これを見たらすぐに逃げてください。皆さんはドッペルゲンガーをご存知ですか？このドッペルゲンガーを見たらすぐに逃げてください。もし知ってるという方でもドッペルゲンガーの詳細や過去の事例をご存知ですか？今回はドッペルゲンガーに遭遇したのではないかという過去の事例を仕入れました。見たことのないという人はぜひこの動画を最後まで見て、今ドッペルゲンガーに遭遇した時には身の安全を守れるようにしておきましょう。こんにちは、レクです。ジョンです。ワサンタテたちです。じゃあまずドッペルゲンガーって知ってる？ワサンには聞いたことある。本当？会ったことある？え、会ってたら今の僕は誰ってことになるよ。やばい。今回は世界でも未だに謎が多く包まれるドッペルゲンガーについてご紹介します。1、ドッペルゲンガーとは。ドッペルゲンガーはドイツ語です。ドイツ語のドッペルが語源で、二重分身という意味があります。この意味から2つの意味で捉えられています。1つは自分の姿を第三者が違うところで見る。二つ目が自分で違う自分を見る現象のことを指すようです。自ら自分のドッペルゲンガー現象を体験した場合には、そのものの寿命が尽きる寸前の証という言い伝えもあり、未確認ながらそのような事例がいくつかあったということで恐れられてきたそうです。実はドッペルゲンガーには特徴があるんだよね。え、自分に似てるっていうだけじゃないの？2、ドッペルゲンガーの特徴。典型的なドッペルゲンガーはこんな特徴があります。目の前数十センチないし数メートルのところ、あるいは側方にはっきりとした自分自身の像が見える。多くは動かないが、時には歩行、身振りに合わせて動作する。全身像は少ない。顔、頭部、上半身などの部分像が多い。一般に黒、灰色、白などのモノトーンであることが多い。その他の特徴として、周囲の人間と話をしない、本人と関係のある場所に出現するなどがあります。なかなか気づくの難しいかもしれないね。そうだね。でもモノトーンであることが多かったり、周囲の人が分からなかったり、こういうところから少し不自然だなって感じることができるんじゃないかな。ちなみにドッペルゲンガーに会うと死ぬ理由って分かる？言われてみれば分からない。3、ドッペルゲンガーに会うと死ぬ原因について。ドッペルゲンガーを見てしまった人の末路は悲惨で、大抵は死を迎えると言われています。これに対処できる有効な手段は残念なことにないようです。自分自身を見てしまったショックで心臓麻痺を起こして即死してしまったということもあったようです。またある場合は数日から1年以内に徐々に体調を崩し、あるいは精神に支障をきたして死を迎えます。自分の精神が蝕まれていくことに耐えられず自殺する人もいるようです。死をもたらすドッペルゲンガーは普通本人にしか見えないので、傍からはその人が弱っていく理由が分かりません。自分の気が狂ったと思われることを恐れて、なかなか人に話そうとはせず、後で日記や書き置きが発見されて人はその真相を知るというわけです。ということは何も気にしなければいいってことだ。まあ精神的なものが大きいみたいだから究極はそうだね。本当にドッペルゲンガーに会って死んだ人っているの？4、ドッペルゲンガーに会っていたとされる事例。あの有名なアメリカ大統領のリンカーン大統領もドッペルゲンガーによる死亡説が立っています。鏡を見ると、鏡の中に青ざめて死んでいる自分をよく見たとされ、暗殺される数日前、不思議な夢を見たとリンカーン夫人に語っていたようです。暗殺事件当日、リンカーンは側近に対して、私の暗殺に関する噂を聞いていないかと尋ねたという話も残っており、自分の死期を感じていたのではないかとされています。さらに日本の著名人芥川龍之介にもドッペルゲンガーによる死亡説がありました。芥川はもう一人の自分、つまりドッペルゲンガーを見ていたらしいです。雑誌の対談などでもそれについて話を何度もしていたそうです。芥川の死の前日の夜、連載していた小説の原稿を取りに編集者が芥川家を訪れました。まだ出来上がっていないため、編集者は芥川の後ろに座って待っていたそうです。編集者は机の上に置いてある書きかけの小説を見つけました。人を殺したかしらというタイトルでした。新作ですか？ちょっと拝見してもよろしいですか？彼が原稿に手を伸ばした時、それに触るな、それは失敗作だと芥川はなぜか突然叫びながら、その原稿を取り上げ、赤ペンで自分の名前をぐちゃぐちゃに塗りつぶし、本文に大きな×印を殴り書きし、原稿の全てをビリビリに破いて廊下に捨ててしまったそうです。芥川のあまりの気迫に驚いた編集者は、その日は帰ることにしました。翌日の朝、再び編集者が芥川家を訪ねると、大量の睡眠薬を飲み、布団の上で死んでいる芥川がいたそうです。そして芥川が狂ったように赤ペンで塗りつぶし、破り捨てたはずの「人を殺したかしら」の原稿がなぜか完全な形で卓上にきちんと置かれてあったそうです。これも芥川がドッペルゲンガーに会ったからなのではないかという説が流れています。
有名人も不自然な賞を取れていたんだね。うん、そうだね、精神的にやられたみたい。皆さんはドッペルゲンガーについてどう思いますか？いると思いますか？いないと思いますか？皆さんの意見をぜひコメント欄で教えてください。それではまた。